ケースのところです。とんでも情報が入ってまいりました。はい、マキタ、宅地充電ケースということでね、18V 機の充電電池は4連充電器っていう、まあ、4個ね、充電できる充電器がありましたけれども、じゃあ 40V の充電器はって言ったらですね、まさかの、12個充電できますっていうとんでも充電器が、本日発表されました。はい、というわけでですね、ちょっと意味わかんないと思いますんで、ゆっくりいきましょうか。はい、今回2種類発売するんですよ。8口充電器の、BCC01 っていう製品と12口充電器の BCC02 っていうこの2タイプ出ます。で、どちらもサイズが一緒。マックパックの4っていう一番でかいやつ、あれとね、多分全く一緒かなの大きさという形になってます。で、価格もほぼほぼ一緒なんで、あ、12口買えばいいじゃんとはなりません。じゃあまず12口の BCC02 なんですけれども、これ充電できるバッテリーっていうのが、BL402025、40、あと 40F っていう4アンペア電池の、高出力バッテリー、ここまでの4種類しか対応してませんので、まずここ気をつけてください。で、8口タイプの BCC01 の方、もしかしたらね、こっちの方が需要高いかもしれません。こっちに関しては、口数が4つ減って8口になっているんですけれども、4080電池、一番でっかい電池まで全部対応してて、かつ ADP10 っていう互換アダプターっていうのを使うと、18と 14.4 の電池も、まあ、充電できるという形になってます。はい、で、歌い文句、スペースに合わせて縦置き、横置きの選択が可能ですとかって言ってね、2つの写真載ってますけれども、多分ね、まあ、普通の置いた、まあ、どの向きでもね、置いて充電できますよっていうことでしょうね。で、8個なり、12個なり、まあ、充電器という形になってますけれども、同時充電するのはですね、最大4個まで。この写真見ていただくと、横1列同時に充電して、これが終わったら次の列行って充電するみたいな流れになります。で、横1列ごとに充電するっていう形になりますんで、縦に充電電池をバチョンバチョンバチョンって挿してしまうと、すごく効率の悪い、充電の仕方となりますんで、充電するときは横の列でね、並べて充電していただくのが、早く充電できるコツという形になります。で、もう一点、皆様が、まあ、一番使っているであろう4025電池っていう、電池なんですけれども、普通の急速充電器で充電すると、28分で、満充電できますよっていう形取ってますけれども、で、牧田さんは、急速じゃない充電器っていうのもね、DIY かな、そっち系の製品で、一部出してたりするんですけれども、それがね、130分かかるんですって。じゃあこの製品はっていうと、その横一列充電終わらせるのに90分という形になってますんで、その急速充電ではありませんというところをお気をつけください。なんですけど、まあ、この製品に対して、まあ、急速って求めないかなっていうところがありますよね。事務所とか置き場とかにドカーンって置いといて、まあまあ何個もね、充電電池持ってるって人がそこに置いといて、で、しばらくほっといて、ああ満タンになってるわってね、すげ替えるみたいな、まあ、そういう使い方すると思うんで、まあ、一応急速じゃないよっていうところはお気をつけください。で、ねえ、一つ叶えてほしかったのは、これ見たらこっから 100V 電源取れればなって思ったんですけれども、さすがにそれはついてません。なんかね、ポータブル電源のような使い方ができれば、ちょっとこれ革命だったなって思ったんですけれども、それはついてないという形でございましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、蓋がついてますね。蓋がついてて、で、蓋を閉めると南京錠が、かけられるようになってますんで、まあ、一応盗難対策って形でしょうね。はい、ってなってます。まあ、これごと持ってかれちゃったらどうするんだろうっていうのありますけど、まあまあまあ、一応そういう対策がしてあるという形になってます。はい、あとは両手ハンドルガバッっていうのがついてて、まあ、持ち運べるようになっているという形ですね。発売はもうちょっと先ですね。洗浄機と同じく、今から、まあ、今日発表とか言いつつ、今から予約する方だいぶ先になるんじゃないかというのが最新の情報でございました。
まあ、いいなって思った方はですね、まあ、LINE 等でご予約いただけましたら、あの私の方でも注文ちょっと多めにね、入れていきますんで、お声掛けいただければと思います。はい、というわけで、あ、すいません、価格ですね。はい、価格がこちら、さっきも挙げたんですよね。9万4000円と9万5000円という形になってますんで、スーパーざっくりですけれども、まあ、税込みで7万5000円ぐらいかなっていう相場を、想定いたします。はい、そんな感じですね。はい、というわけで以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。